まあ、帰ることも可能だみたいな話をしたっていう話です。その結果それを真に受けて一生懸命勉強したそうです。めぐみさん後で私らと一緒に暮らしてましたが、完璧な韓国語、朝鮮語です。我々は発音が変だしあれですけども、めぐみさんは若かったことでしょうから、そうなんでしょう。日本語ももちろんですけども、韓国語ほとんど完璧です。どれだけ一生懸命勉強したのかなっていうのは分かるんですが、そうやってまあ騙してとにかく、うん、勉強しようという思いにさせたんですが、私にもまあそんな話をしていたわけです。で、彼女について聞くとですね、私一人ですから彼女はどうしたんだって聞いたら、彼女は日本に帰したんですね。つまり女性は必要ないから日本に帰したから安心しろっていう話を言われて、まあ真に受けるわけにはいかないんですよ。普通に考えてもそうじゃないですか。二人拉致されて一人を日本に帰したっていうのは、そういう人は警察に言うに決まってるわけで、おかしいなと思ってもそれ以上どこから情報を得るところもないわけですから、もやもやした中でそんなもんかなとかいろいろ考えながら、まあそれ以上は分からずじまいでいたわけです。そこで教育が始まった。思想教育です。結局朝鮮のために、北朝鮮のために命を捧げて戦えっていう思想教育なんですが、最終的にはキム・イルソン、キム・ジョンイルという指導者のために命を捧げる覚悟を持て、そのための手を変え品を変えというような形での教育が施されたということなんですけども、まあ私としてはその受け入れられる状況じゃないわけですね。まあ反発しました。だから反発したってもう歯が生きてるわけですよ。何もできない。しかもしまいには脅されます。いい加減にしろということで、しぶしぶその教育を受け始めたわけです。 2,3 ヶ月ぐらいして、その間私は入院しました。急性肝炎にかかってですね、病院に2ヶ月ぐらい入院して、その病院というのがですね、特殊な病院で秘密工作機関のための病院、普通の病院じゃないんです。私が目が白になって黄疸になってですね、これはちょっとただごとじゃないということで運ばれていったんですが、その病院の前に天文所があってですね、銃を持った人間たちが警備する。まあそこでまあ入院をして、まあ出てきて、ね、招待所に入れられた頃にはもう仕方ないなということで教育を受け始めたんですけども、1年ぐらい経った時でした。変化が起きました。何かというと教育がストップしたんですね。もう毎週毎週2度も3度も指導員っていうのをやってきて、いろんな講義をしたり本読ませたり勉強させてやつが来なくなったんですね。おかしいな、不思議だなって思っていたところ、今度はちょっと他のところに引っ越しをしたんです。平壌市内ちょっと離れたようなところに連れて行かれたんですけども、それから数ヶ月、拉致されて1年半ぐらい経った頃です、突然幹部がやってきて私にこう言いました。どうだ、結婚するかって言うんです。私はびっくりしました。彼女を日本に返したと言っておきながら結婚しようって、誰と結婚させるつもりだって思ったんですね。そしたら本当のこと言いました。いや、あれは嘘だと。実はお前の彼女はこっちにいるんだと。結婚するかっていうもんですから、私はさせてくれと。もうその場で即答をしたわけです。すると彼は、じゃあ2、3日したら一回会おうと。面談会うんだと。会って、近々結婚しよう。結婚式あげようっていう話になりました。これが私を救いました、正直。で、2、3日して車に乗って出かけて行ったんです。まあ、誰もいないようなところをこう車で行くとですね、女性がぽつり立ってましたよ。紛れもない彼女でした。で、横に乗ってきて確認した彼女です。で、もういろんな話しようとしたら、秘密のことを言うなとか、日本語は喋るなとか言われたもんですが、
言われたもんですから、その場ではとにかく元気だっていうのを確認して別れたんですね。ところが1週間後、私の家に彼女がやってきて、彼女は僕汚ね生活にならされるっていうかさせられるんです。チマチョゴリ、花つけ、北朝鮮のよく結婚の写真出ますよね。花つけてですね、キミソンバッジにつけて、も私もですね、当時ポマードで、ね、そんな気抜きだもんね、ポマードでガッチリ頭固めて、背広を着て、そしてキミソンバッジつけて、二人で結婚式やった。その写真、今でも家にありますけど、とてもじゃない人に見せられるものじゃないんですけど、そうやって結婚式をしたんです。結婚式ってどんな感じかって、食堂に入ったらもう、祖国ですが、こう食べ物が並べられていて、七八人のお客がやってきました。これ、造作部というところの幹部たちです。で、もうちょっと飲むと、彼らは歌えや、飲めや、とかいうわけで、2時間ぐらいして結婚式終わったんですが、すると、運転手が車ぐらいって車に乗せられて、指導員と共に、平壌市一周をしてきた。それで、いろんなところ行って記念撮影を撮るんですが、最後はどこ行ったの？マンスデの丘っていうの。金日成のどでかい銅像があると、ご存知かと思いますか。結婚式すると必ずあそこ行って、誓いを立てるんです。党のために、修行様のために、これから頑張りますみたいな。させられました。で、写真撮って帰ってきた。それが当時、我々に許された、ハネムーンだったみたいな感じですね。じゃこの結婚して、その後招待状で一緒に生活するようになったんですが、自由を得たわけじゃないんです。がっちりおばさんが監視をされる中で暮らしていたんですけども。じゃこの変化は 何の変化か。つまり、教育がストップをした。で、結婚をした。これが我々が生きていく原動力にはなったんですが、この変化はどこに起きたのか。我々はかわいそうにそうしたのか。そうじゃなかったです。レバノン人女性拉致事件。いう事件が起きていたからなんです。この事件はですね、我々が拉致された78年のこれも夏だったと思います、北朝鮮の工作員がレバノンに来まして、女性を5人連れて行きました。この5人の女性たち、実はどうやってやったかというと、そのスパイが行ってですね、我々は日本から来たと言って、私は我々は日立製作所から来たからって言って、我が国の我が会社のスタッフとして働いてほしいということで、秘書を養成する学校で5人を選んだんですね。でこの5人を選んで現地で働いてもらう前に日本に行って教育を受けてもらおうという話になりまして、パスポートとかを取らせた後、このスパイたちが率いてですね、日本に出発をしたっていう事件で、途中でですねルートを変えて、最終的には日本じゃなくて北朝鮮に連れて行かれたというのが分かりました。でこの女性たちは北朝鮮に入って我々と同じように教育を受け始めたんですけども、このうちの2人がですね、状況を把握したんです。どういうことか、北朝鮮では自分では逃げられない、ところが今我々が受けている教育はスパイ教育だ、おとなしくスパイの教育を受けてスパイになれればその後海外に出るチャンスがあるだろうと、で真面目に教育を受けた結果、1年後にですね、北の指示によって海外に派遣されるようになったんです。ヨーロッパです。でヨーロッパに派遣された時に隙を見て逃げたっていうのがこの事件。で逃げて大きな世界的に問題になったわけです。北朝鮮内では結局最終的に全員返したわけなんですけども、この事件を機に
我々はスパイをさせないと。どういうこと？拉致された人間は信じられないという話になったようです。で、結局我々はその、スパイ教育から外れて、で、逃げないように気持ちを抑えるためにもですね、結婚させようということで結婚をして、それで、生活が始まるわけです。で、女性一人で拉致された人たちには、相手を他に探して、で、結婚をさせた。その中にはアメリカ兵の、亡命してきたアメリカ兵もいたというのが実情なわけです。そこからひとみさん、それからレバノンの女性、それから、まあ、タイの女性は、まあ、アメリカ兵と結婚をされました。こういう状況の中で、じゃあ次に我々何をしたかというと、招待所にいながらして、隣の招待所に入ってくる人たちに、つまり北朝鮮のスパイの子供は卵たちに朝鮮語を教える仕事をさせられたということなんです。我々が住んでいる横に、若い工作員がやってきて、我々から家に通いながら朝鮮語を学ぶんですが、これはもう教育係です。つまりスパイにしようと思ったけど、それがうまくいかない、失敗した。だからもう外国人連れてきた人間は他に使い道もない、語学教育をさせろということで、我々はその後に語学教育をさせられたんですが、これも87年まででした。87年に皆さんご存知のように大韓航空機爆破事件というのが起きます。この爆破事件で犯人が捕まりました。金初任という女性です。この女性が韓国の飛行機に爆弾を仕掛けて、そして男性と一緒に仕掛けたんですけど、男性は自殺をしました。女性は生き残って捕まって韓国に連れてかれたんですが、この女性がその後テレビに、まあ、表に出てきて言った話は何かというと、私はスパイになった後日本人拉致被害者から日本語を教わったと証言したんです。で、その女性っていうのが田口八重子さんというのが日本側が明らかにしたんです。そしてこれをまあ本になって確認をした後、まあそのしたわけなんですが、北朝鮮としてはこのまま拉致被害者をそのままですね、教育係にしていたら、またどこかでその拉致被害者から教わった工作員が捕まって、また秘密を暴露してしまうということを恐れたんです。その結果87年末からは語学教育っていうものはなくなりました。それから帰ってくるまでの十数年の間は翻訳の仕事というのが、まあ、我々がやってきた仕事。24年間というのはそういうものでした。2年間は、まあ、1年半ぐらいですスパイの教育を受けて、それから5、6年の間は日本語教育をさせる、その後は、まあ、翻訳の仕事をするという中で暮らしてきたわけです。じゃあ帰国する経緯はどうなったかというと、帰国するまでの経緯なんですけども、実は1990年というのが北朝鮮にとっては大きな、まあ、岐路に立った時期でした。社会主義国家が次々に倒れる中、北朝鮮の後ろにいた、いわゆるその頼みの綱であったロシア、ソ連ですね、中国も変化をしました。北朝鮮は孤立化をしてしまいました。そういう時に日本との関係を一時考えたことが北朝鮮はあったわけです。94年にそういった中でキム・イルソンは死にました。で、キム・イルソンが死んだ後、北朝鮮の経済っていうのは非常に悪化のうちを一途をたどりました。私も招待所っていうところで生活をしながら96、97
立ち、非常に厳しい食料事情でした。米しかくれないんですね。あとの、まあ、おかずっていうのは畑で野菜作ったり、ウサギ飼って取って食べたりしたんですが、まあ我々はまあそれでも米が出たからまだ良かったんですけども、もううちの子供はですね、近くに家に置いといたら秘密がバレるということで、家の近くの学校には通わせられなかったんです。それで6歳の時に遠く離れた全寮制の学校に入れられました。電車で3時間ぐらいかかると思います。距離としては百数十キロしか離れてないんですが、春行って夏休みに 2,3 週間、そしてまた帰って行ってお正月に1週間2週間ぐらい帰ってくる、年に2回しか会えないような状況の中でその全寮制の学校で育てていたんですけども、その行ってる間大飢饉の時期いたんですが、まあ家に帰ってくると悲惨なもんなんですよ。今でも覚えてます。真っ黒な黒ずんだ顔してるわけですね。栄養失調ね。しかもその何食べてるかっていうと、米、普通の白米じゃなくてトウモロコシ、最後はですねただの麦ご飯食べてるんですね。で麦ご飯ならまあなんか健康食でいいんじゃないかなと思う。そうじゃないんです。北朝鮮の配給っていう米をまあ配ったり麦は配ったりするんですが、まあいい加減でですね、精米基地として精米をすると量が減るもんですから、いい加減な精米で配給しちゃうんですね。ですから子供たちの前に出てくる麦ご飯っていうのは殻がもみ殻がついたような状況のものが味っていう、食べられないようなものができる。それでも食べなきゃいけないんで水に混ぜてかき回すうちに殻のついたやつは一瞬浮くんで、それを取って覗いて食べてたみたいな話です。まあガリガリに汗で帰ってくるわけですね。1週間の間に食わせてですね、いろんなもの、ああいう飢饉の状況でも金さえあればどっかに何かあるんですね。不思議なもの。だからもうほとんどお金使いながらなんとか食べさせて、まあ栄養失調を逃れることができたんですが、一般社会の人はそんなことできないんです。まあ、まだまだ死んでいく。で、不思議なことに多くの人が飢えていくと、家族っていうのはみんなでってならないんです。みんなで最後までじゃないんです。このままいったらみんな死んじゃうんで、バラバラになって食って生きていこう。誰かが生き残れって感じ。ですから家族は離散しちゃう。そういう状況もありました。まあ、そういう状況が4年ぐらい続いたんですね。で、そういう状況が終わって、まあ、キム・イルソンが死んだので、キム・ジョンイル、まあ、さっき言ったキム・ジョンのお父さんが、まあ、政権を握って、実際に。で、迎えて、98、2000年。そういう状況の中で、さっきの話につながるわけです。日本からお金を取る。で、動き始めたっていうのが2002年なんですが、まあその時我々が帰ってくるこの経緯を、まあ、簡単にお話をしたいと思います。北朝鮮も本当に困ってたんですよね。2002年の3月にですね、我々は幹部に会いました。幹部がやってきて、これから日本と関係改善するっていう話をなぜかするんですよ。その話したことないのに。そしてお前らもちょっと手伝い。でつまり日本から誰か来た時に君たちが会って、そしてその我々は北で一生懸命今幸せに暮らしてるんだっていうのをアピールしろって、つまり我々を表に出すっていうことに したわけです。拉致被害者の一部を出すということに。じゃあそして最終的にはどうするかというと、我々を日本に返すんじゃなくて、我々は北朝鮮に行って、我々は日本には帰りたくないです、ここで暮らしていきたいです、そういう状況にして家族を平壌に呼んで、家族を孫に会わせてで帰って終わる。
でも我々は生きること、まあ、生きてる人間として出す。他の人は、さっき言ったように8人の方々は亡くなったことにして燃えしまう。この違いは何か、私は分かりません。先月は会話したわけなんですが、ただ、今想像するに、さっきも言いましたけど、